はあのガキレンジャーで、まあ、スタジオ生ライブなんかいろいろこう、ポチョムキンはね、あのラップ以外にも絵の才能があって、すっごくこのフリー素材みたいな絵を描くのがうまいんですよね。ネットで撮り放題みたいな絵を描くのがすごい上手ですね。でもね、R指定のね、あの日本語ラップをいろいろなんか解説してくれるイベントに、うん、ガキレンジャーを解説してくれてて、それで俺たち遊び行ったことあるじゃないですか、うんうんうん、あの時に R指定の解説を一通り聞いて、和尚がポチョムキンって結構すごいんだねって言ってました。それ聞いて、あ、まあすごいんだねみたいな感じになってたんで、だいぶ日本語ラップに理解がない DJ としてね、おなじみのポチョが休ん で, でスティル日の国スキルを俺がちょっと代わりにライブで歌った時に、マジで厚み清とかどこで切ってんだっていうね、厚み清のような眼差しとか、なんかもうちょっとね、もう自分の頭の中にあるものじゃないものをいっぱい出してて、だからそれはラップ、日本語ラップの多分革命だよ。イズミピンでまず切って、そうそうそう、イズミ切って切るという新しい手法を生み出したかな。なかなかね、常人、普通の人じゃちょっと考えつかない。でもね、それ、うん、この間 YouTube 見てたらエミネムが同じこと言ってた。音を切れば無限に出てくるんだみたいな。おうおう、だからポチョムキンとエミネム同じ高さにいるなって。確かに顔も似てるしね、うん。ポチョムキン45歳、職業ラッパーなど